皆さんこんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画もですね、日蓮の本尊の動画になります。今回はですね、日蓮の三大秘宝、本尊と階段と大幕のこの三大秘宝の本尊とは一体何かというで検証をしてまいりたいと思います。仏教神話研究会にはいろんな問い合わせが来ておりまして、いろいろですね、その例えば階段の大本尊が偽作であるという動画を流しておるわけですが、そうしますと、じゃあ、正しい本尊は何なんでしょうかという問い合わせが来るわけですね。でですね、その正しい本尊とは何かというテーマになってくるわけですけれども、正しい本尊とは何かっていうと、その正しい本尊っていうのは宗派によって違うわけですよね。例えば浄土宗とか浄土真宗であれば、阿弥陀如来像ですね。それから曹洞宗とか臨済宗であれば釈迦如来像ということになりますね。あるいは真言宗であれば大日如来像ということになるわけでございまして、その宗派によって、本尊は違っとるわけですね。で、正しい本尊は何なんですかという問い合わせをする方は、かつて日蓮宗宗とか創価学会とか検証会とか、そういう日蓮宗宗系の信仰をしていらっしゃった方で、階段の大本尊が偽作であるということであれば、じゃあ正しい本尊は何なんですかという問い合わせですから、つまり日蓮が説いたその三大秘宝の本尊、正しい本尊とは何かと、そういう意味の問い合わせでございますね。はい。ですから、その答えは、日蓮の三大秘宝の本尊とは一体何であるかという答えの動画ということになるわけでございます。はい。それでですね、その日蓮が三大秘宝、本門の本尊と階段と大木であるということを説いた異文は3箇所あるわけですね。はい。最初が法華行者智南寺という異文でありまして、これは平成新編御所全集の720ページ。創価学会版御所全集の965ページ。それから日蓮宗が出している日蓮聖人異聞全集の第1巻の798ページというところですね。この、本門の本尊と階段と大木の語であるという、その部分が載っている箇所ですよ。が、ここであると。で、2番目が法華修行章でありまして、これは、この本門の本尊と階段と大幕の五字であると載ってるのが平成新編御所全集の736ページ、創価学会版御所全集の336ページ、日蓮宗の日蓮聖人異聞全集第1巻の815ページでございます。で、3番目が法音章ですね。はい。これの三大秘宝、本門の本尊と階段と大幕の五字であると載っているところが、平成新編御所全集の1036ページ、創価学会版御所全集の328ページ、日蓮聖人異聞全集の第2巻の1248ページということで、ございます。この3つになりますね。もう一つですね、三大秘宝章という異文があるんですが、これは今後ですね、これ偽書ということで取り扱いますので、これは一旦外します。はい。で、この3つでございますね。で、
その三大秘宝の本尊について日蓮が具体的に解き明かしているところは一体どこかと言いますと、これですね、如来滅後後の五百歳に始む肝心の本尊集でございまして、これは日蓮の神筆が千葉県の日蓮宗大本山中山法華経寺に刻蔵されておりますので、これは絶対に日蓮が書いたものでございます。義書ではございません。はい、この如来滅後後の500歳に始む肝心の本尊章、まあ俗に言う肝心の本尊章と呼んでいる異文でございますが、そのどこに書いてあるかというと、平成新編御所全集の654ページ、創価学会版御所全集の247ページから248ページ、そして、日蓮宗が出しております日蓮聖人異文全集の第1巻、712ページから713ページまでの箇所ですね。はい、ここちょっと読んでみたいと思います。はい、この本門の肝心南妙法蓮華経の五字においては仏なお文殊薬王等にもこれを付属し賜わず、いかに言わんや、その稲親、ただ自由仙外を召して八本を解いてこれを付属したも、その本尊の低たらく本師の沙羅の上に宝刀空に越し、塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏、多宝仏、釈尊の教示、常妙等の四菩薩、文殊弥勒等は四菩薩の眷属として末寺に越し、釈迦多宝の大僧の諸菩薩は万民の大地に、そして運慶月慶を見るがごとく、十方の諸仏は大地の上に所したも、釈仏釈道を表する家なり、格のごとき本尊は在世54年にこれなし、8年の間ただ8本に限る、創造2000年の間は創造の釈尊は箇所、阿難を教授となし、権大乗並びに涅槃法華経の釈門等の釈尊は文殊普賢等をもって教示となす、これらの仏はば肖像に作り描くども、いまだ受領の仏増しまさず、末法に来入して初めてこの仏像を出現せしむべきかという箇所でございます。はい、これがまず平成新編御所全集の654ページのところですね。はい、これが平成新編御所全集、はい、それの654ページですね。はい、ここの部分です。ここですね。この本門の肝心南妙法蓮華経の五字ですね。その本尊の低たらくというのはここから始まってますね。はい、で、末法に来入して初めてこの仏像を出現せしむべきかというここまでの箇所でございます。はい、これが平成新編御所全集の箇所でございます。はい、続きまして創価学会版御所全集の247ページから248ページですね。はい、これが創価学会版御所全集でございます。はい、あれですね。はい、これの248ページ、はい、247ページから248ページのところですね。ちょうどこの切れ目のところなんですね。はい、この本門の肝心南妙法蓮華経、ここから始まってます。はい、南妙法蓮華経仏の門で薬王等にというのはここの部分ですね。はい、そしてここから行きまして、未だこの受領の仏増しまさず、末法においてはこの仏像を出現せしむべきかって、ここまでのところです。はい、はい、
これが創価学会版御祖全集に載っている箇所でございます。はいはい、続きまして日蓮聖人異聞全集第1巻の712ページから713ページでございます。はい、これが日蓮聖人異聞全集第1巻でございますね。はい、これの712ページ。はい、ここのとこです。712、この本門の漢字、南無法蓮華経の五字においてはというのは、ここからですね。ちょうどそのここの部分から。はい。この質問の3行目のとこですね。それからこの仏像出現せしむべきかはここのとこです。はい。今、これですね。末法に来入して初めてこの仏像出現せしむべきかというのはここの部分のここですね。この仏像出現せしむべきかというのはここに載っております。はい。ちょうどこのちょうど切れ目のページをこうまたいでるところですね。はい、はい、これが日蓮聖人異聞全集に載っている箇所でございます。まあこれを見てわかりますように、日蓮この肝心の本尊章という異聞は、全文漢文で書いてありますので、この日蓮聖人異聞全集はこの漢文のままで、載っているわけですね。で平成新編御祖全集、創価学会版御祖全集は、これを読み下し文で載せているというところでございます。はい、それでですね、まあ一番肝心なところですね。この文の一番肝心なメインのところ、その本尊の体たらく本師の舎場の上に宝刀空に越し、塔頭の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏、多宝仏、釈尊の教示、常行等の四菩薩、文殊無欲等が四菩薩の眷属として末座に越すというところですね。はい、さっき多宝の大聖の諸菩薩は万民の大地に所して雲閣月経を見るがごとく、十方の諸仏は大地の上に所したものと。雲閣月経っていうのは苦行とか天上人のこと、もうお神のことですね。ですから、多宝の大聖の諸仏は万民の大地に所してこの天上人を見るがごとく仰いでいるという意味ですね。はい、ということで、その恩師の釈迦の上に宝刀空に越す、宝刀南無法蓮華経の宝刀があって、塔頭の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏と多宝仏がいて、そして釈尊の教示、常行無辺行、常行安流行のその法華経湯十本の四菩薩がいて、さらに文殊無欲等の四菩薩の眷属でその末座に越しているという本尊が あるんだだよと。これが本尊の層だよということですね。で、じゃあこれ曼荼羅じゃないかと、いうことになるんですが、曼荼羅ではなくて、ここに書いてありますように、末法に来入して初めてこの仏像を出現せしむべきかというふうに書いてますね。仏像って書いてありますから、これ仏像で造立するということになるわけですね。曼荼羅ではないということになるんですよ。はい。ですから、この本尊の層がどういうふうな層であるかと、いうと、ここにありますように、はい、これ要するに二の山金剛寺本堂の本尊ですね。はい、真ん中に南無法蓮華経の応答があって、釈迦仏、多宝仏があって、さらに四菩薩の像が並んで、そして、日蓮の像があるということですね。あとここに、四天王と愛禅不動が不動明と愛禅がいるということで、まあその
曼荼羅の像をその立体本立体像の像として建てるということが、このまさにその観音本尊像の趣旨であるということですね。この仏像出現せしもべきかって書いてあるんですからね。はい。そしてこの本尊のことを、まあ、日蓮は一円部大第一の本尊この国に立つべしというふうに言ったんですね。はい。で、ここのところですね。この時自由仙が出現して本門の釈尊の教示となる一円部大第一の本尊この国に立つべしというところですね。はい。で、ここは平成新編御所伝書の661ページ、創価学会版御所伝書の254ページ、日蓮聖人異聞伝書の第1巻の720ページに載って、いるところでございます。で、原文、先ほど言いましたけれども、この日蓮が書いた勧進の本尊像というのは漢文で書いてありますから、日蓮聖人異聞伝書はこれを漢文でこう載せてるわけですね。はい。で、レ点とか、漢文を読むにはね、レ点とか、1、2点とかってこうつけていくわけですけれども、この時自由仙が出現して本門の釈尊の教示となる一円部大第一の本尊この国に立つべしというのが普通の読み方であるということですね。はい。で、これが日蓮聖人異聞伝書でございます。で、この箇所が載ってるのが第1巻の720ページ、ここですね。はい。720ページ、この時自由仙が出現して本門の釈尊の教示となる一円部大第一の本尊この国に立つべしというのはここの部分です。はい、ここですね。はい。ここに載ってます。漢文で載ってますね。はい。はい。で、漢文で載ってるんですが、この漢文を日蓮宗師大石寺が出している、平成新編御所伝集、あるいは創価学会版の御所伝集は、これを読み下し文にして、こう出してるわけですが、読み方を変えてるんですよね。何と変えてるかというと、この時自由仙が出現して本門の釈尊の教示となる一円部大第一の本尊、この国に立つべしと読むべきところを、この時自由仙が出現して本門の釈尊を教示となす一円部大第一の本尊、この国に立つべしと読む。本門の釈尊の教示となるを、本門の釈尊を教示となすというふうに読み替えてる。そういうふうに書いてるんですね。はい。まず、はい、平成新編御所伝集の661ページのところですね。661、ここです。はい。この時自由仙が出現、本門の釈尊を教示となす一円部大第一の本尊この国に立つべしというふうに、読み下し文を変えて載せているわけですね。はい。はい、続きまして、創価学会版御所伝書の254ページ。はい、250ページのこの部分ですね。この時自由仙が出現して本門の釈尊を教示となす一円部大第一の本尊この国に立つべしというのはこのここのところになってますね。はい、はい、このようにですね、太石寺版の平成新編御所伝集創価学会版御所伝集は、この漢文の、本門の釈尊の教示となるを、本門の釈尊を教示となすというふうに読み替えてるんですよ。ね、
で、なんでこんな忌み嫌いをしてるかっていうと、この時自由戦が出現して本能の着想の境地となる一円部大第一の本尊この国に立つですというふうに読むと、これ仏像になるわけですよ。仏像本尊になるわけです、はい、本門の着尊が本尊だということですから、まさに本門の着尊が本尊で、本仏は本門の着尊ということになるわけですよ。ところが本門の着尊が本尊では都合があるやですね、大聖寺創価学会はね、はい、だから本門の釈尊を教示となす一円部大第一の本尊この国に立つべしというふうにここを読み替えてるんです、はい、で、じゃあこの漢文を本門の釈尊を教示となすと読めるのかというと読めないですよね。これ文法の話ですけれども、はい、これはですね、本門の釈尊を教示となすというふうに読むんだったら、この本門の釈尊とこの教授の後ろになきゃいけないんですよ。で、この前に似てるんでね。だからこれは本門の釈尊の教授となる一円部大第一の本尊、この国に立つべしというふうに、なるわけですから、この本門の釈尊が中心になるわけですよ。はい。本門の釈尊が中心の、これは本門の釈尊が本仏ということになって、一円部大第一の本尊、この本門の釈尊の本仏。なる本尊はこれであるということですね。はい、ちょっと遠いので、まあ、近づけて、はい、見てみたいと思います。これですね、はい、これが本門の釈尊、真ん中にその南無妙法蓮華経の宝塔があって、こっちが釈迦如来ですね、はい、で二方如来で四菩薩があって、四天王と愛禅不動がの像があって、でこの南無妙法蓮華経の下にこう日蓮の像があると、まさにこれが、まあ、これは身延山久遠寺の本尊でありますけれども、はい、基本的に、日蓮宗の寺院の本尊はこのパターンですね。はい、はい、それでですね、じゃあこのね、仏像の本尊なのか、それとも曼荼羅の本尊なのかということになるわけですよね。この肝心の如来滅後5の503に8の肝心の本尊像のこの文は、この仏像出現せしむべきかと書いてあるのに、じゃあなんで大石寺はこの曼荼羅の本尊を本尊にしてんのかということになるわけですよね。仏像をどう本尊ではなくて曼荼羅の本尊にしてるのかということになるわけですが、その理由がですね、日光日目日雨の時代とかですね、全くこの肝心の本尊像との対比というか、この論争が全くその文献残ってないんですよ。で、最初に出てくるその論争がどこかというと、大石寺26世日観の六観章の一つであります末法宗王章の中に出てくるんです。はい、で、これですね、六観章、藤覚林がまとめた六観章でございます。はい、これの278ページ。はい、ここのところですね。はい、278ページの。ここに、その論争が載っておるわけです。で、ここちょっと読んでみたいと思いますね。はい。この、肝心の本尊像の、この仏像を出現せしむべきかと書いてあるのに、なんで曼荼羅本尊にしてるのかということですが、はい、ここのところです。また曰く本尊章八に曰く、その本尊の手たらく本寺の釈迦の上に宝塔空に越し、塔中の妙法蓮華経の作業には釈迦牟尼仏多宝仏、釈尊の教示には常行等の四菩薩ないし、
創造に未だ受領本の仏増しまさず末法に流入して初めてこの仏像出現せしむべきか云の、これは要するに肝心の本尊のこの部分のところですね。はい。で、この仏像の言は釈迦法を作るべしということ分妙なり云々、この義いかんというふうなね、当然こうなるわけですが、それに対して答う、日韓が答うということですが、まあとんでもないこじつけで曼荼羅が本尊仏像ではないということを言ってるんですよ。はい。で、何と言ってるかというと、その本尊の体たらくとは正しく字の一年三千の本尊の体たらくを釈するなり、故にこれ一服の大曼荼羅すなわち法の本尊なり、しかもこの法の本尊の全体をもってすなわち受領本の仏と名付け なおも仏像というなり、受領本の仏とはすなわちこれ門弟下士の本仏クオンガン図の自自由心なり、すでにこれ自自由心なり、故にまた仏像というなり、自自由心とはすなわちこれ元祖承認なるが故に出現というなり、故に参加大師秘密総言論に曰く一年三千即自自由心、自自由心とは出尊妙仏云々、全くこの尺の稲荷、ま、全くこの尺のこれを思い知るべしということですね。はい。でつまりこのね、この本尊の体たらくっていう ここのところですね、ここをこれは一年三千の本尊の体たらく、すなわちこれ一服の大曼荼羅、すなわち法の本尊なり、この体たらく、この本師の茶葉の上に法灯空に越し、達中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏、多宝仏、釈尊の教示、上座等の四菩薩、文殊二六等は、四菩薩の剣道として松座に越すところは、これは大曼荼羅のことだと。曼荼羅本尊のことなんだと。だからこの法の本尊の全体もすなわち受領本の仏と名付けて、すなわちこの仏像というなりっていう、まあ、とんでもないこじつけを言ってるわけですよね。もうこじつけと言ってこじつけてるわけです。で、受領本の仏とはすなわちこれ門弟下士の本仏九品願女の自自由心なり、で、だからこの九品願女の自自由心だから、このね、受領本の仏ですね。で、クオンガンジュの自自由心なんだから、これは仏像というなりと言って、自自由心とは、すなわちこれ、連祖承認、これ日蓮のことです。日蓮のことだから、出現というなりと言って、この受領本の仏は、その日蓮の本仏のことなんだから、その本仏のことを仏像と言ったんだというふうに、まあ、とんでもないこじつけを言ってるわけですよ。はい。で、まあ要するにですね、この仏像っていうのは一年三千即自自由心 で日蓮本仏ということですね。で、日蓮本仏で日蓮のことを言ってんだから、この日蓮のことを仏像と言ってるんだというふうに言ってるんですけどね、この日蓮本仏にっていうのは日蓮が説いたもんじゃないんですよ。これは大石寺九世日王の時代に作った二世経文でありますんで、日蓮本仏義が義作であるということですから、この義は全く潰れるということになるわけですね。で、この三加大師秘密総運論等に枠って、この三加大師っていうのは伝行大師のことなんですね。はい。で、一年三千即自自由心、自自由心とは出尊妙仏云々っていうの、この解釈、これを一年本仏にこじつける教義っていうのが、まさにこの音肉伝に出てくるわけですよ。で、音肉伝というのも偽証でありますので、これも潰れるということで、この日韓の末法総合省のこの仏像をその曼荼羅本尊にこじつける、この強引なそのこじつけ教学はもうここで完全に潰れるということになるわけでございます。はい。そしてさらにこれ続けてですね、とんでもないこと言ってるんですよ。またこの仏像の件、今の必ずしも目言に限らず、なお精進をもって仏像と名付くるなり、すなわち文具の旧のもとし、
もし必ず木曜といわば出現の現危うく美ならず前後の分本下出現と云々これを思い合わすべし云々なんつってこの文具の旧の元氏って言ってこの文具っていうのが天台大師のホッケ文具のことなんですね。でこのホッケ文具の文って文具の旧の文の元氏って言うんでこの文は何で書いてるかというとこの、この六巻荘の中の引用文の137ページのところに載ってるんですよ。はい、ここの部分に載ってるんです。はい、でこれ読んで分かるんですけど全然関係ないんですよ。これ関係ない文を持ってきてそれで、この仏像っていうのは精進の仏像で木目のこのこういう仏像ではないということを言わんがためにこんなことを、天台大師が書いたホッケ文具の文まで持ってきて、この仏像っていうのを曼荼羅本尊にこじつけているわけですね。このホッケ文具の文は全然そんな文じゃなくて全然関係ない文なんですよね。はいはい、ということでございまして、全くこの日韓のこじつけ教学でその、この仏像っていう 仏像出現せしむべく肝心の本尊宗日蓮が仏像だということを言ってるのにその仏像じゃなくて曼荼羅本尊だということを、ここで末法総書で言っているわけですけれども、まあ日蓮本仏宮義作、音菊伝も義書ということでもう日韓の、こじつけ教学は完全に潰れるということになるわけでございます。はい、ですからまあ日蓮が如来滅亡後の538の肝心の本尊章で説いた三大秘宝の本尊というのは、まあこれであり仏像の本尊ですね。はい、でまさにこの身延山久遠寺にあるこの本尊の層がまさにこの肝心本尊章の説いた本尊であるということになるわけでございます。でまあこれは久遠寺、日蓮宗総本山身延山久遠寺本堂の本尊でありますが、まあ他のね、日蓮宗のお寺、池上本門寺とかありますね。なあ、池上本門寺の本堂っていうと、本殿になるわけですけれども、池上本門寺の場合も、釈迦如来の像、多宝如来の像、四菩薩像があって、日蓮像があるということですね。で、この基本的にこのスタンスは変わらないわけです。この肝心本尊宗のこの仏像の本尊は変わりません。はい。ということでね、まさにこの日蓮宗の水戸山久遠寺をはじめ、池上本門寺等々の寺院の本堂に祀られている、この釈迦如来像のこの仏像の本尊がまさにこの肝心の本尊宗の本尊であるということになるわけでございます。で、そうするとじゃあ曼荼羅というのは本尊ではないのかということになるわけですが、いやそれは違ってて曼荼羅も本尊なんですよ。というのはこの肝心の本尊宗を説いた日蓮という人が自ら曼荼羅を著者して僧侶とか信者に授与していたんですね。でその日蓮の真筆の曼荼羅が現在127幅以上残っております。はい、ですから、まあ今でもですね日蓮宗では曼荼羅をその信者の方とかに授与して、いるわけですから、まあ、曼荼羅もこの、まあ、信者の方の信仰の本尊ということになるわけですね。はい。それで、
まあ日蓮宗の寺院に行きますと本堂の他に祖師堂っていうのがありまして、まあ祖師堂に入りますと日蓮像が祀られてるわけですね。まあこれは身延山本人の日蓮像である。はい、まあ日蓮像が祀られてるわけです。ではこの日蓮像は本尊なのかというか、この日蓮像そのものは本尊ではないんですよ。ええ、で本尊ではないけども、お祖師様っていうんですよ、日蓮宗では。ええ、お祖師様ということで、宗祖。お祖師様ということで祀られているわけですね。で、本尊ではないから、その、この日蓮像の後ろに曼荼羅が あるんですよ。この、ちょうどこの、この日蓮像の後ろですね、この曼荼羅が祀られてるのが、まあ、写真でも見て撮れると思いますね。はい、つまり曼荼羅を背にしてこの日蓮像が祀られてるわけだから、まあくまでも曼荼羅は本尊として祀られてるわけでも、日蓮像はこれは本尊ではないわけですね。はい、まあそこのところはですね、まあ、本尊ではない、本尊と本尊ではないという部分が、まあ、違いがあるということでございます。はい、ということでございまして、まあ肝心の本尊章のここの部分ですね、平成新編御所伝書の654ページ、創価学会版御所伝書の247から248ページ、日蓮聖人異聞伝集の第1巻の712ページから713ページのところに載っている、ここのところですね。まさに日蓮が仏、この仏像を出現せずにべきかというふうに言ったこの、この本尊の体たらくからの以下の文がまさに、本門の本尊の文でございまして、まさにこれは仏像の本尊であるということで、ございます。まあこれがまさに今日蓮宗の、まあ寺院に行きますとその本尊が祀られているということでございます。はい、というわけでございますね。はい、ですからまあ大石寺はこれをこの仏像出現せずにべきかと書いてあるのを強引にこの、曼荼羅だと、仏像ではなく曼荼羅だということで、しかも階段の大本尊、まあ日蓮が自作した階段の大本尊が根本のこの日蓮舞台大事の本尊なんだというふうに強引なこじつけをしているということでございます。はい、まあ長い動画になりましたけれども、今回は三大機構の本尊とは何かという動画でお送りさせていただきました。はい、長い動画になりましたけれども、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またご意見コメントございましたらよろしくお願いいたします。それではですね、次回の動画でまたお会いしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。